ゴルフのトーナメント会場はネタの宝庫。ただ、その全てを伝えることはなかなか困難なこと。そこで、現場記者がコースを歩く中見た。聞いたものの中からちょっと気になった一つのテーマ、すなわち一ネタをご紹介。今回は、今季の米除ツアー開幕戦、ヒルトン、グランド、バケーションズ、トーナメント、オブ、 チャンピオンズが行われるレイクのなじ。CC から女子ゴルフ界のレジェンド、アニカ、ソレンスタムやメジャーリーグのスーパースター、ロジャー、クレメンス氏ら豪華メンバーも集まった会場は、開幕戦の雰囲気を感じさせるに十分。過去に年間の優勝者しか出場できない特別な大会には、日本から畑岡フルエア彩香、 佐藤優香の三人が出場している。昨年7月のトラストゴルフスコティッシュ女子オープンで初優勝を挙げ、二年目のシーズンでこのチャンピオンの宴に参加できた古江も、すごく嬉しいと感無量といった様子。違うフォーマットの大会も楽しみとセレブ大会を楽しんでいる様子だ。そしてルーキーイヤーを終えた今年は、古江にとって 同級生の後輩が誕生するシーズンでもある。昨年末の最終予選会を経て、スワーメンバー入りを果たした西村優奈がその人。普段から仲良しなだけに、日本語で挨拶することが増えるので安心感がありますね。一緒に楽しめたらいいなと思いますと。その存在はお互いにとって心強い。特に参戦初年度の西村にとって、何かを相談するにも、 震えはうってつけの存在だろう。そこで、すでに何かアドバイスも、と聞いてみると震えからは、22歳の若者らしい答えが返ってきた。女子なので、スキンケアも大事。それに関わるものを多く持ってこないといけないんです。私も最初心配をしていて、そんな話はさせてもらいました。確かに、日本よりも、日差しの強い場所での転戦や、震えあやか、 西村優奈、畑岡奈紗、三人は、ちびっ子三重子みたいで可愛らしいですね。でも実力は、ピカイチ。開幕戦でも畑岡奈紗プロ、フルエアやカプロ共にベスト10台で奮闘中です。西村優奈プロは、持ち前の正確なショットと確実なパットで、上位進出も可能だと思います。キューティで20位以内を確保できなかったので、 出場できる試合は限られるだろうけど、出られる試合で確実に実績を残し、シード権を獲得に得ることが初年度の最低目標。できれば優勝して、来季、この大会に出場すること、感情で頑張ってほしいと願います。西村選手もシード権を取れるよう頑張ってほしいです。いつか同じ組で一緒にラウンドする姿を見たいです。 古江選手と西村選手、本当に仲良しですね。日本女子プロゴルフ協会でツーショットをたくさん見せてください。西村選手のルーキーイヤーでの活躍を大いに期待しています。BY バイ古江、西村応援団長。西村選手の超色白を保つのは、至難の子。頑張って、色白美肌をキープして、 西村選手もメイクバッチリ派なので、古江選手のアドバイスがなくても心配ないでしょう。リトルモンスターの二人は、堅実なゴルフで、おっちゃんには、参考になりますよと柳子人気に浮かれてないところも爽やかで大好きです柳子やなごやと。ユナちゃんも早く優勝してほしいですねをお。古江と西村は日本選手だが、畑岡奈紗は、 アメリカの選手という感じがする。本当に、ちっちゃいのに、頑張れな。応援したくなるよ。どうでもええけど活躍してくれ。二人で切磋琢磨して、ツアーデーをお暴れしてください。コメントもいいかわいいです。今年も安定のゴルフ。ゴルフのトーナメント会場はネタの方向。ただ、その全てを伝えることはなかなか困難なこと。そこで、 現場記者がコースを歩く中見た。聞いたものの中からちょっと気になった一つのテーマ。すなわち一ネタをご紹介。今回は、今季の米女子ツアー開幕戦。ヒルトン、グランド、バケーションズ、トーナメント、オブ、チャンピオンズが行われるレイクのなじ。CC から、女子ゴルフ界のレジェンド、アニカ、ソレンスタムや、 メジャーリーグのスーパースター、ロジャー、クレメンス氏ら豪華メンバーも集まった会場は、開幕戦の雰囲気を感じさせるに十分。過去2年間の優勝者しか出場できない特別な大会には、日本から畑岡奈紗、古江彩香、佐藤優香の3人が出場している。昨年7月のトラストゴルフ、スコティッシュ女子オープンで初優勝を挙げ、2年目のシーズンで、 このチャンピオンの宴に参加できた古江も、すごく嬉しいと感無量といった様子。違うフォーマットの大会も楽しみとセレブ大会を楽しんでいる様子だ。そして、ルーキーイヤーを終えた今年は、古江にとって同級生の後輩が誕生するシーズンでもある。昨年末の最終予選会を経て、スアーメンバー入りを果たした西村ゆながその人、普段から仲良しなだけに、 日本語で挨拶することが増えるので安心感がありますね。一緒に楽しめたらいいなと思いますと。その存在はお互いにとって心強い。特に参戦初年度の西村にとって何かを相談するにも古江はうってつけの存在だろう。そこですでに何かアドバイスも。と聞いてみると古江からは22歳の若者らしい答えが返ってきた。女子なので スキンケアも大事。それに関わるものを多く持ってこないといけないんです。私も最初心配をしていて、そんな話はさせてもらいました。確かに、日本よりも、日差しの強い場所での転戦や、乾燥しがちな飛行機での長距離移動が多くなるのは間違いなし。試合では、しっかり整えられた二人のお肌にも注目。古江彩、西村優奈、 畑岡奈紗。三人は、ちびっこ三重子みたいで可愛らしいですね。でも実力はピカイチ。開幕戦でも畑岡奈紗プロ、フルエアやカプロともにベスト10代で奮闘中です。西村優奈プロは、持ち前の正確なショットと確実なパットで上位進出も可能だと思います。キューティで20位以内を確保できなかったので、出場できる試合は、 限られるだろうけど、出られる試合で確実に実績を残し、シード権を獲得に得ることが初年度の最低目標。できれば優勝して、来季、この大会に出場すること、感情で頑張ってほしいと願います。西村選手もシード権を取れるよう頑張ってほしいです。いつか同じ組で一緒にラウンドする姿を見たいです。古江選手と西村選手。 本当に仲良しですね。日本女子プロゴルフ協会でツーショットをたくさん見せてください。西村選手のルーキーイヤーでの活躍を大いに期待しています。B y イフルエ、西村応援団長。西村選手の超色白を保つのは、至難の子。頑張って、色白美肌をキープして、西村選手もメイクバッチリ派なので、 古江選手のアドバイスがなくても心配ないでしょう。リトルモンスターの二人は、堅実なゴルフで、おっちゃんには、参考になりますよと柳子人気に浮かれてないところも爽やかで大好きです柳子やと。ユナちゃんも早く優勝してほしいですねをお。古江と西村は日本選手だが、畑岡奈紗はアメリカの選手という感じがする。本当に、 ちっちゃいのに、頑張れな。応援したくなるよ。どうでもええけど活躍してくれ。